どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。僕たちは勉強ができない第175話と176話の感想とかです。先週の続きから、海でピンチになっている小学生を助ける話ですね。まあなんと言いますか、そうですね、この僕たちは勉強が始まって勉強ができないが始まって以来のこうクライシス界であると言いますか、危機的状況だったんじゃないでしょうか。救助の様子は、砕けた桟橋を伝っていく感じなので、まあ、思ったよりは難易度が低そうな気はしたんですけど、まあ、しかし、ゆいが主人公は泳げないわけでありまして、さらに小学生を抱えながら戻ってくるというのは大変そうでありました。そんな中でちょっと、救助の途中で、告白めいたシーンになるというのはこれは危険が危ないんじゃないかななんて思ったりもするんですけど、回想シーンというのは悲しくもあり、そして、あすみ先輩の心のつっかえを取るものでもあるんだなと思ったりもしました。そして、ピンチにピンチが重なりまして、あすみ先輩の父親登場、ちょっと飛び込みっぷりが、ギャグにも見えてしまうような気がしてしまったんですけど、シリアスの連続でした。そしていよいよ今回のクライマックス、このあすみ先輩イフルート編が始まってから、散らばっていた要素というのが、まあ、全て、集約していく感じですね。先輩は研修医であると。そしてまあ第1話では、メスを終えた、手術を終えた後の、縫合の練習とかをしていたわけですけど、まあ、そこもまあ当然手術ですから関わってくるわけです。まあなんと言いますか、そうなるだろうなという展開は、予想できたわけですけど、かつてないぐらいにこうシリアスな展開といいますか、まあ医学部を目指している先輩がいた時点でどこかで医療の要素というのは入ってくるとは思っていたんですけど、想像以上にシリアスでありました。そして来週はどうなるのか。まあおそらく手術シーンっていうのは、最小限で描かれるのじゃないかなとは思います。なんならこう176話の冒頭でもすでに手術が終わったところから始まる可能性もあるような気がします。まあ、なぜならその実際にその腹部を切開して、まあ内臓の様子であるとか、あるいは縫合の様子であるとかっていうのはさすがにこう漫画のジャンルが違う気がするので、まあ手術は無事に終わって結賀が目覚めるところから始まるのか、あるいはまあ断片的に手術シーンが描かれながら、麻酔で眠っている結賀の回想というか、まあ夢のシーンなども入るかもしれません。今回で第7話、丸7まで来てまして、イフルートは丸9で、完結してますから、来週がまあ実質的なクライマックス、そして次回が、大団円の最終回になるんじゃないかと思われます。あと一つ気になるのは、このイフルートでは徹底的に他のルートのヒロインが出てきませんでしたから、ちょっとでも出るのかなと。まあ、出るとしたら、次のルートであるキリス先生が出るんじゃないかとも思ったりもします。はい、そんな175話の感想と、次回の予想でした。来週も楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ジャンプ部屋おじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。